大仙駅は、鹿児島県いぶ市山川大山にある、九州旅客鉄道いぶ枕崎線の駅である。駅名標は、かつての JR 九州標準タイプのものから、独自デザインのものに更新され、池田湖の大うなぎと、竹山、長崎ビッパーキングガーデンの動物があしらわれている。短式ホーム一面一線を有する地上駅。無人駅で、駅舎はなく、 ホームとその上の上屋のみが駅の設備である。かつては島式ホームであったが、現在は一線のみである。現在も校内配線にその名残を認めることができ、また校内には枕木や橋梁などの資材類が望みされているのが見られる。平坦区間が多い道路線の中では標高の高い大地上にあり、全路は太平洋に向かって、 南に傾斜した大地の上部を精神するため海側の視界が広がっている。この大地は数万年から10万年前のあたか祭流によって堆積した厚い地層によるものとされている。この付近は車窓から日本最南端の地熱発電所である。九州電力株式会社山川地熱発電所や奇願が立ち並ぶ独特の風景と東、品川がしばらく望める。 また駅から北へ 4km ほど行くと、西郷隆盛ゆかりのうなぎ池がありそのあぜには、うなぎ温泉もある。大仙駅時刻表上昇するロケットがよく見える。ありがとうございます。